石倉町一丁目方向が県道109号、方向が県道13号、方向が市道である。前橋駅前交差点県道17号の起点でもある。方向が県道109号、方向が県道17号、方向が前橋駅北口ロータリー、方向が市道である。群馬県道109号石倉前橋停車場線は群馬県前橋市。 石倉町から前橋停車場に至る一般県道である。本県道は前橋市外の石倉町から前橋駅前までの東西を結ぶ全長1 6トルほどの路線である。途中、利根川にかかる利根橋を通過する。本県道は全線に車線となっている。常時交通量が多く、奇襲点付近では朝夕特に渋滞する。起点から 群馬県道13号前橋長戸路線を介して100メートルほど、精神すると、群馬県道12号前橋高崎線の起点である、石倉町一丁目交差点に至る。終点からは指導を介してそのまま等身すると、国道50号に出ることができる。昭和34年の路線認定当初での表記では、前橋市石倉町326番の6である。 昭和34年の路線認定当初での表記では、同市前橋停車場である。ありがとうございます。